パッチノート来ました。ありがとうございます。パッチノート見つつ変更点動画用にまとめていくか。はい、今回のアップデートにて一部キャラクターに対してバランス調整を行いました。調整の主な目的は以下の3点です。個性を十分に発揮できていなかったキャラクターの強化、使いづらさが目立っていた技の改善、相手の行動を抑止しすぎていた要素の弱体化。個性を十分に発揮できていなかったキャラクターの強化、主にジェイミーやリュウが対象となります。名指しやん。ジェイミーは良いレベルを上昇させることで性能が強化されるキャラクターですが、強化に必要なプロセスが多く、その性能を生かしきることが難しくなっていました。今回は良いレベルを上昇させる手段を増やすことで、その点の緩和を目指しました。竜が単体で見た時にバランスの取れた技構成になっているものの、突出した要素が少なく、スタンダードキャラクターの中で個性が薄れてしまっていました。その点をある程度解消するため、牽制の波動点を打ちやすくしたり、破衝撃で攻め手を増やす調整を行いました。使いづらさが目立っていた技の改善、コンボパーツとしてつなげることが難しかったり、対空技としての信頼の薄かった技に対して性能を補強する目的で強化を行いました。相手の行動を抑止しすぎていた要素の弱体化、主に防御行動として強力だった技が対象となります。立ち回りや主政時の選択肢において、リターンの高さやリスクの少なさから、相手側の行動を抑止しすぎてしまっていると判断したものに対して弱体化を行いました。今回のアップデートでは今までよりも広い範囲でのバトルバランス調整を行っておりますが、ゲーム内容を全体的に大きく変化させるのではなく、バランスを慣らすことが目的となります。そのため一切変化のないキャラクターや弱体化のみのキャラクターも存在してしまっていますが、今後改めて行われる全体調整ではこれらのキャラクターにも変化を用意したいと思っておりますので、そちらをお待ちいただけると幸いです。なんて丁寧な文章や。モダン操作の SP ボタンを用いた必殺技の発動と、相手の、ドライブラッシュの暗転が重なった際に必殺技に本来の補正値が適用されないことがある不具合を修正しました。はいはい、これ言われたバグやね。モダンダイナミック、通常投げ専用のボタンをコントローラー設定で設定できるようにしました。はい、アーマードライブインパクトなどのアーマー判定で攻撃を受け止められた際に、ヒットストップ中にアーマーブレイク属性が付与されている技でてもアーマーブレイクにならない不具合を修正しました。あ、こんなんあったんや。ドライブラッシュ、 1P2P が同時にドライブラッシュを発動した際にどちらかの動き出すタイミングが1振り遅くなってしまう不具合を修正しました。これプリエが言ってたやつですね。ジャストパリー、特定の状況においてドライブパリーの動作開始から3フレ以降に攻撃を受け止めた場合でもジャストパリーが発生してしまう不具合。え、そんなんあったん。先行入力、ガード後のリバーサル先行入力受け時間はガード硬直の長さに変動するやつですが、ドライブリバーサルでは一部の攻撃にこの設定が反映されていなくなり修正を行いました。はいはい、なるほどね。ドライブリバーサルとかがちょっと思ったよりすげえ出づらかったのを直しましたよっていう話か。じゃあキャラ別見ていきましょう。ジェイミー、敗戦手、前投げから4レベル上昇させられる派生を追加しました。コマンドの投げ成立後にボタンホールドとなります。あ、もうこれはね、ジェイミーの目玉調整、これガチで前で、これなんですけどプラ7なんですよ。今までってジェイミー前投げからノーキャンでお酒飲むと、あ、マイナス27 なんと34フレも良くなってます、フレームが。だからジェイミー投げからレベル上げたい時、いや後ろ投げせなあかんのよなこれみたいなが結構あったんですけど、今バージョンからも絶対前投げで、端ももう絶対前投げで、前投げのみした後、中足がギリ届かないぐらいのフレームです。プラス7やけど、このぐらいの距離感、中足がギリ届かない。立ち中継は届くね。これは目玉調整、かなりの目玉調整、これはマジで。ブレイキン SH ですね。通常技のダメージを、通常版のダメージを2100から2200に変更で、派生版のダメージを1750から1850に変更。ダメージは良いレベル2状態の数値となります。まあだから 100% 計算ってことだよね。画面端で当てた際にヒットバックがかからないようにしました。ダウン時間を5フレ増加しました。はい、これはどういう調整かと言いますと、まあ、威力が上がったと、威力上がってダウン時間5フレ増加ってことは、前までプラス7やったんかな、これで。問題が飲み派生があるんですよね、この技 SH。 この後死体劣化してるとお酒を飲むんですけど、これなんと前は多分マイナス1やったのが飲んで、これプラス4になりました。でしかも火力も上がったから、気軽にこんな感じで SH とりあえず使うかっつって、でまあ有利やからって、しかも最速投げが届く。これはこれも強化かなり。でしかも投げが最速で埋まるプラス4なんで、投げにバックステでリスクつけれません。かかんなし。これもまあまともな、結構まともな強化ではある。で、これ SA に絶唱マシン。
酔いレベルを上げた状態で発動した場合、効果時間終了後に元の酔いレベルになるように変更しました。当たり前、当たり前、当たり前体操。SA に、まあ、一気に酔いレベル4になるっていう SA なんですけど、これが効果時間が切れたら前は0に戻ってたのが、はい、1、これに戻りますよと。で、OD 転身、ヒット後に追跡しなくてさらにダウンした相手のお支配判定が消えていた不具合を修正しました。OD 転身コモに組み込んだ場合のみ、追跡しなかった際の相手のダウン時間が通常場合より短くなった不具合を修正しました。ああ、まあまあまあ、バグ取りのレベルやろうな。まあ、多分ここはまあ、バグ取りのレベルっすね。ということで、まあ、ジェイミーは、結構まともな強化をもらいましたけど、まあ、実際対戦見てみないと、どんぐらい強くなってるのかわかんないよね。わかんないんですけど、まあ、ジェイミー使いがずっと言ってた、いや、これさーっていう部分が、ぼちぼち緩和されてるんで、ある程度まともというか、強くは、まあ、なったのは間違いないと思います。はい。次、竜。OD 昇竜拳、初段のヒット効果を、のけぞりから吹き飛びやられに変更しました。多分、まあ、大体みんなわかると思うんですけど、これ、どういう調整なんて言うとやね、なんか、やられ判定がめっちゃ伸びてるところ殴ったりしたら、これ、こういうこと、こういうこと。これ、前まで攪拌。これ、これ。ただ、のけぞりから、吹き飛びダウンになったので、確定反撃じゃない。プラス18。有利。はい。まあ、不具合修正のレベルです。正直。正直、不具合修正のレベルです。溝落ち砕き、大ゴスですね。2フレから18フレのガード待機判定を、ガード待機判定を攻撃判定の先端まで拡大しました。影縫い伸ばしたよってことっすね。影縫いってなんやねんというお友達のために説明すると、これ、これ、これわかる？これ、僕後ろ入れてるけど、これ下がれてないんですよ。ほら、これ止まってるでしょ。これが影縫いです。この現象が、ここ。攻撃を出した時に、後ろ入れっぱできちゃうと、あまりにも技がすかりやすすぎる。ので単純に攻撃が発生したらこの範囲内にいると後ろ歩きできなくてガードモーションを取ってしまいますよっていう距離が存在するんですよ。でその技がまだ発生してないけど相手がガードモーション取っちゃうっていうのを現象のことを影縫いって言います。これ普通に気づいてない人結構多いと思うんですけど、実は影縫いがないとめちゃくちゃ技すかりまくるんですよね。実はつまり第5数2から18の間、まあ、影縫いしやすくなりましたよと。あ、ほら、俺これ後ろ入れてんのに、ここで、ほら、ガードになるで、これ。影縫い。じゃあ、やります。え？これ、長くない？影縫い、この技。むしろこれ、前使ってたん？第5数で、第5数の影縫い強化。ガードさせやすくなった。で、まあ、次。破傷撃。超強化です。ガード時の硬直さ。マイナス4からマイナス3に変更しました。ガードバック縮小。バーンアウト時のガードバック拡大。攻撃持続終了から硬直終了まで移動量を縮小。はい。はい、これね。はい、なぜかこれマイナス4だったんですけど、マイナス3、カバーなし。で、その代わりちょっと離れたところでガードさしても、まあ、多分投げ前に入りやすくなったと。感じですね。これは、かなりまともな強化、これ。このゲーム超あるあるで、弱、弱、弱って刻むやん。弱、弱、弱って刻んだ後、入れ込める必殺技がないから、相手の中足、連打止めれないよーってことがあったんですけど、もうこれから破傷撃ですわ、これ。で、しかもこれ、見て破傷撃。カウンターした吹っ飛んで、これコンボやからね。これカウンターにリターンあんのよ、弱破傷撃って。だから相手がもし、弱ガードして、あーもうこんなん中足連打、安定ですわーってなったら、うるせえ破傷撃ドンっつって、カウンターでコンボですわ、これ。これ本当に強いと思う、結構。というわけで、弱破傷撃はマジで強化されました。かくはんなくなるだけでもでかいんですけど、ガードバック縮小により投げ前にも入りやすくなったと。これは、ガチ強化ですね、結構。で、中破傷撃、攻撃判定前方に拡大、総裁判定前方に拡大。フレーム変わってないんか、これ。でかなったらしい。ああ、まあでもでかなってんのか。でかなってはいるらしい。強破傷撃、攻撃判定前方に拡大、総裁判定前方拡大、ガードバック縮小。ガードバック縮小。これです。まあ言われてるやつね、これ。ガードリバーサル、後ろ歩きね、交代。30フレーム歩かせちゃう、これ。はい、投げれますと。まあ、こんだけ解いて無理やけど、多分、なんかキャンセル破傷撃とかは、
普通に投げれるっぽいっすよね。これはあの言ってた調整ですね。もう投げ前でよくねこれみたいな、いい調整だと思います。で OD 破傷撃、ガードバック縮小、ヒットバック縮小、まあガードプラさんやからこういうので多分投げやすくなってるんやろ。今までヒット時投げ前じゃなかったんですが、だいたい投げ前になりました。いいっすね。ああそれでヒットバック縮小やな、はいはい、投げ前になったと。これがでこれ電人連機版破傷撃、攻撃判定前方拡大、操作判定前方拡大、ガードバック縮小、 OD 版のダメージを600から1000に変更しました。皆さんこれです、ダメージ1000です。これだからね、集中して中足先端、これで2700減るで、あと地味にこれってあのプラス4やったんで、まああのこういうのやってたんですけど、なんとこれ投げ前になりました。まあさすがに中足先端からはきついと思うけど、中足の真ん中ぐらいやったらまあ投げれるんじゃない、これ後ろ歩いててもこんぐらい投げれますね。まあ後ろ歩き速いキャラはちょっと分かんないけど、強化した上でゲージも使う技なんで、まあ強くないとダメだよねっていうことで、あの真っ当な強化を受けましたね。で波動拳腕部分のやられ判定縮小、真空波動拳腕部分のやられ判定縮小っていうことなんで、まあ弾抜けやすくなったんじゃないのという。あこれ、え露骨やな、これこれ露骨やなこれはやっぱ腕らへんのなんかやられ判定削除のあれ出てますね。これは前は絶対ボーンって食らってたと思うんで。というわけで龍強化です、純粋強化。まあしかもずっと言われた破傷撃周りがまともに強化されたり、 OD 昇竜拳のあのさ、これ当ててるんだがみたいな不具合修正があのなされたりで、まあジェイミーと同じく、まあ やっとですかみたいな感じかもしれないですけど、まあということです。まあ竜使い、ちょっと竜を使ってみて使用感確かめてみろ、タカシ見てみろ、ゾンギエフ、ダブルラリアット OD、 地上の相手に対して2段目が1フレ早くヒットするようにしました。2段目地上ヒット時のダウン時間を1フレ増加しました。初段地上ヒット時のやられ変更し SA さんが連続ヒットするようにしました。初段空中ヒット時の横方向の吹き飛びを縮小しました。動作開始時の移動量を増加しました。鬼強化です、これこれ。だからコアコアコパ、これね、コアコアコパってやった時にこれ届いてなかったんですよ、これ。だからこれにしないとダメだったんですけど、いや今だったらもう俺はザンギやったからもう分かるわ、この調整のいい箇所が、いい箇所が分かる。というわけで3本使わずに2本でまあダウンできるようにしましたと。で2段目地上ヒット時のダウン時間を1フレ増加、確か前プラス10とかやったっけこれ。まあ有利フレームも増えてますと。で動作開始時の移動量増加やから、まあ、弾抜けしやすくなってんのかな。正直これは俺やってなかったから分からん、違い弾抜けしやすくなったんかもしれん、もしかしたら。で一番の問題、フルパワーディア、うぅいくぞ、うぅいや、これです。ただ一つだけ言いたいねんけど、これさ初段地上ヒット時のやられを変更して SA さんが連続ヒットするようにしたって書いてあんねんけど、これ地上コンボで使えるんじゃなくて OD ダブラに体で繋がるようになってんのね、これなんで念入りなんそこって思った。地上コンボで繋がってよくないまあこれは許されなかったって感じっすよね、はい。でまあじゃあ例えばじゃあ飛びもうあのボディープレス入りましたよっていうの、5507減りすぎ。はい、ということで OD ダブラリがすごく使いやすくなりましたと。でエリアルロシアンスラム、攻撃判定を下方向に拡大しました、下方向に拡大しました、ほんまやな。あ絶対広くなってるこれうわこれ絶対広くなってるあ確かに密着でバックジャンプを掴みやすくなった、これぐらい。あ掴むー、おいおいおい
いすごいすごい、これエリアルロシアンスラムちゃんと対空投げになりました。いやこれ結構でかい気がするで、サイコロラリアット暗転中の押し合い判定を上方向に拡大しました。 ODW ラリーの不調で変更されたことに以前にコンボが成立しなくなっていたシーンの緩和となります。なるほど、空中ぐらいよな。だからこれか、あ、こういうのかな、まあ、これちょっと調整後のあれなんでちょっとわかんないけど、ザンギエフ強化です。しかも結構いい強化っす。どっちも実践的な部分が2つちゃんと強くなったから。しかもいや違うんですよ、今までザンギって何がまずいって SA ゲージが腐りまくるっていうのが結構問題だったんですよ。このキャラ SA1 に使い道が出たのはマジででかい。あ、対空 SA1 いっとくかみたいな、マジででかいっす。それはおめでとうザンギ。もう前までやったらはぁザンギ強くすんなよとか俺も言ってたけど、いやもう俺は苦楽を共にしたからマジで素直に喜べる。マジで分かってあげられる。これはいい調整です、本当に。マドンアン・オードライブラッシュの感性が強く残るようにしました。あまり強い言葉を使うなよ。中段 TC です、アン・オーは。これ強く残るようにしました。あーでも確かに、あ、滑ってそう、滑ってそう。いや、めっちゃ滑ってる、これマジで。いや、違う違う、みんな聞いて聞いて、聞いてみんな。これほんまに滑るようになってんねん。ほら、ほら、前こんな感じやってん。ピタッて止まんのよ。ほら。使うか、これ。エドワール。初段取りの雨が空中ヒットしたさらに吹き飛び変更し、移行の攻撃が当たりやすくなるようにしました。この調整によりヒット時の状況が以前と異なっています。2段目ヒット時、ヒット後3ダメ以降が当たらなかった場合の相手のダウン時間を延長しました。この調整により3ダメ以降が当たらなかった場合でも反撃を受けにくくなっています。もう分かりやすいのがもうこれジャンプ頂点であったら一番分かりやすい。違う、あ、これあ、もう大丈夫、絶対これ前絶対使ってる、これ絶対使ってるから前。あとこれも使ってる。間違えて興奮してここでエトワールを出してしまった場合、おーらほら当たってる当たってる、すごい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 、今の2段目の当たり方も見た、タグ修正でしょこれ。そうとも言う、そうとも言う、というわけでマノンは不具合修正しかありませんでしたと不具合修正のみですとマノン。はい、いやこのさ、ドライブラッシュの歓声が強く残るようにしました。これがどんだけかっていうのがまあ分かんないわ、ぶっちゃけ。ラシード、三角飛び後に特定の行動を行うと攻撃を受けてもフォースブローダウンにならなくなる不具合を修正しました。ああ、はいはいはい。立ち役パン、2から8フレの腕部分のエラル判定を拡大。え、そんな強かったん、ラシードの立ち役パンって。剣みたいな使い方できました。ああ、強かったんか。じゃあみんなラッシュ壊ししかやらんからあんま実感できなかったな。スピニングミキサー OD、 3段目の攻撃持続終了までジャンプ攻撃に対する無敵時間を付与しました。ガチ君の被害報告が実を結びました。早く出しちゃった場合、これ早く出した場合の話やから、これこういうの多分まあもう絶対ジャンプ攻撃負けないな。普通に前は多分あれで殴られてたやろうな。おっ、ユサール、竜巻の最終段が残った時竜巻の見た目が正常に表示される不具合を修正しました。不具合やったんかよこれ、おいしようかと思ってた。いや、これどうでもよくないんですよ、ちなみに。これ、マジで結構深刻な問題で、これ。見た目だけ消えてたのに、一段残ってて、えバシーンって吹っ飛んで、フルコンみたいなのがあったんですけど、なくなりました。まあ、不具合修正のレベルっす。てか、不具合やったんかよ、やっぱ。まあ、ラシードも、一応バグ取りレベルの、なんかちょこちょことした調整ですけど、まあ、このオーディスペリングミキサーの3段目攻撃持続終了まで、ジャンプ攻撃に対する無敵時間付与は、まあ、ラシード的には早押旋回という感じだったとは思います。はい、で秋タッチ中パン、持続を3から5に変更しました。しゃがみ弱パン、攻撃判定前方に拡大。オーディジャケーコ、支援砲が画面上に存在してる点で後ろ O と SP を入力する。オーディバネが通常版のジャケーコが発動した不具合を修正しました。まあ一番下は不具合修正ですけど、タッチ中パンを持続5にした。長さは変わってないな。でも確かにラッシュタッチチューパーね、相当止めやすくなってますね。ああ、確認いけそう、なるほどな。これタッチチューパー結構ガチやね。まあそれも確かに結構ちゃんと強い
調整やと思うよ。あのね、皆さんこれですよ。うおー勝利勝訴、これ今まで確定ありませんでした。ほらー、小技長くなるわね、ほんまに強いと思う。まあ秋はもう結構良さそうっすね。